前回までの玉筋マスオバザーポンちゃん、もしかして俺が死んだところにいる？ガチじゃん。ポンちゃんダメだ、こっちじゃん。じゃあ全員老人め早く寝てください。どういうことじゃ。ハローハローハロー、前回初めからですもんね。そうだったわ。待って、初めからだったね。そういえばね、俺どうして死んだんだっけ。前回何で死んだか覚えてる？マグマダイブだっけ？あ、ネザーで寝た。そうだ、ネザーに今落とし物してんだっけ。今日はとりあえずもう一回ネザー探検しようかな。今日はもう一回とりあえずネザー探検をし、その後は、流れに身を任せよう。さあ、戻ってきたよ。頼む、頼む、残ってて。ちょっと待って。いや、残ってる。めっちゃ残ってる。うわ、これだけしかねえか、残ってんの。これだけしかねえか。待って、とりあえず何回収できたか見よう。あっち行って。うわ、待って。ダイヤのピッケルとかなかったっけ？とりあえず寝ないとやばい。そうだ、そうだ、寝よう寝よう。ベッドがね、寝かせろ、村人。おい、死ねよ、マジで。おはよう。寝不足だったかな、君。俺はこっからちょっとネザーの世界に入り込んでいく。必要なもんある？みんな、ネザー行くのに。必要なもんちょっと書いてよ。ベッド？いや、ベッド、この絵、爆散死したじゃん。もう絶対死んじゃう。もう、ろくでもねえ。さあ、ネザーを探検していきましょう。痛い。は？痛いよ、痛い。なにこの人。もう毎回パート1でもうやばいじゃん、このマイクラ。マジで俺センスねえかもしんない、マイクラの。もう俺このまま行くわ。もう死んでもいい前提で行った方がいい、うん、どうやってんのそれ。めっちゃ興味あるんですけど、何してるんですかそこで。ちょっと待って、そこ飛びたい。いや、俺が突き落とそうとしたのによ。俺があっち行っちゃってどうすんだよ、豚ゴリラ。おい、行くぞ、そこ飛ぶぞ。邪魔すんな、お前。邪魔すんなよ、絶対。うわ、やべえ。死にたがりかな、僕は。こんにちは。ここ繋げさせてもらっていいですか？からの、引っ越しスタートの引っ越ししろぞー君は誰？あ、ここ超強い。うわー、鬼ー待って、一回倒したら向かってくるとかあるんかい。一回的に回したらそういうのある？一回的に回したらダメなパティーンじゃねえかよ、これ。待って、こいつら全員思いついた。おい、こっち来い、決闘しようぜ。ここ来るじゃん。で、ここ壊すんだよ。あいつら来れないじゃん。ここで俺がパンチを加える。やべえ、隠しに。おい豚ゴリラ工場かな、これ。おい、出荷してやるぞ、お前ら。おい、なかなかこっちのやつがいるな、おい。息がないね。イエス。なんか、神殿とかないのかな。なんかあるよね、ネザーの神殿みたいな。全体的に右側あったよ。こっちで合ってる。これもしかしてこれ違うか。ここ右側。こっち行ったさっき。あ、本当にあった。すげえ、嘘じゃなかったじゃん。見てよく見つけたね、すごい。マジですげえ。ちょっと待って、やばい。カトン、サスケくんカトン使ってくる人たちいたよ。あ、こっちもいける。マイクラ10年ぶりぐらいにちゃんとやってるけど、来たことないんだよ、実は。だからね、全くここに関してはマジでわかんない。彼らの名前はフライドポテトです。あいつらは重要なアイテムを落とす。あ、そうなの？なんかいる。なんか、スライムというか、なんか、ネザー版スライムみたいな。たまにチェスターでダイヤ入ってる。マジ？いや、迷宮入りすぎ。おーマジっすか。おー、やばい、えぐい。強いの、剣の。攻撃力速度 1.6 で攻撃力4で、こっちがうん、普通の鉄の剣の方が強い。はい、ありがとうございました。やばい、なんかいる。なんかおぶんね、こんなとこで死ぬわけにはいかん。行って行って行って、危ねえ。うお、下にある。なんか食いもんくれ、食いもんくれ。うわあ、これはもう帰ろう、これはもう帰ろう。やばいやばい、建築モード、建築モード。痛い痛い痛い。ここで死ぬわけにはいかん。ここで編集して、こっちか、よしよし。いった、やばい、死ぬ。なんか食えねえの、食うもんね。いや、ブラッシャーよっしゃ、よし、逃げるぞ。あれ、こっちかな。あったあったあった。あ、こっちだ、多分。ネザーゲート近くでよかったね。もうこっから走るよ。頼む頼む頼む。マジで混んで。今回だけは皮膚かんで。次、制覇するぞ。今回だけはちょっかいかけないで、もう行きます。よし、今回だけで超進んだんじゃないこれ。あ、もう夜だ。やべえ。寝ないと。きたー。よっしゃ、みんなつけるぞ。ただいま。これでいいのか。違う。どうすれば作るの。あ、こうか。はい。おーおー、きたー、すげー、早くね。うわ、移動めっちゃくちゃ楽になる。それもダイヤだしね、俺防具。最強でしょ、もうこれ。こんな山とかも行っちゃうんじゃないこれ。あ、お山行っちゃうわ、これ。行っちゃうわねえか。いや、みんなついにやったよ、これ。革命が起きてる。たまおチャンネル、ついにマインクラフトちゃんとやりだした。HP 回復、どこでできる？さっきチェストパンあった。いや、パンは村人に使うの。ちょっと馬いるから、ちょっと回復できたら大草原を走り抜けてみようか。もうチェストに全部物入れて死ぬのがいい。あ、ありだな、それ。じゃあ俺死んでくるわ。さよならみんな。俺のことを忘れないでくれ。俺が死んだら、俺のチャンネルの動画を、はい。そんなケチってたら何も進めない。大体パンより先にドア設置しながらしょうもねえことにこだわってんじゃねえ。うるせえ！俺は俺のやり方でやんだよ！俺はよ、この村人たちをよ、一番に大事に思ってんだよ！俺は自分だけいい思いをしねえ。村人のためにパンを残すんだよ。パンの一かけらでも節約するんだよ。お前に何が上がるんだよ、この村人たちの。ちょっと熱くなりすぎたな。ああ、すまねえ。ちょっと馬を忘れてたわ。熱くなりすぎて。よーし、行くぞ。カップをしている。邪魔だ。お前、それぐらい通り抜けろよ。いきなり困難が。私たちに困難が訪れたのか。いや、大丈夫だ、行こう。さすらいの玉を。さあさあ、行くよ。おお、これはもう一つの村着いたわ。待って、ここの村あさってないの。ゆくゆくはね、この村をね、俺の村とつなげたいんだよね。で、村人をもう増殖させまくりたい。馬あるとマジで楽だな。馬が重労働させられてる。俺が重いかって言ってね、ぶち殺すと思う。座標覚えてるからな、もう前回と違って。おお、ブラックホース。え、こっちの方がかっこよくね、普通に考えてさ。かっこいいわ。素手にしないと。おお、よし。うるさいからやめろ。いや、見捨てた。え、見捨てた。あ、お前、この大自然でも元気でやっていけよ。俺はこいついける。かっこいいじゃん、こっちの方が絶対この黒い馬の方がかっこいいし。よし、今日はここで寝よう。一緒に寝よう。見捨ててないからね。俺は大自然に返すだけ。新しい色の、この名前、こいつの名前は、じゃあ、ボドカでいいよ、こいつはね。ボドカを俺はちょっと馬として使っていくっていうね。まあ、これぐらい働いてもらわんとな。この前遅刻したからな。遅刻したじゃねえよ。この前結局来なかったらしいしな。呼んだのに。とんでもねえやつだな。なあ、ボドカ。分かってんだろうな。ちょっと顔威圧感あるかもしれないけど、ごめんな、目つき悪いやつで、本当に。目つき悪くて、なんかこう、ヤクザみたいな。愛想なくてごめんな、本当に、この馬。砂漠地帯がないよ。めっちゃ走ってる。もうどこかわからん、正直。地図あったらめっちゃいいのに。ボドカ足遅くね。いや、遅いこれ。え、さっきの方がもしかして早い。え、待って、何あれ、何これ、アルパカだ、すげえ。アルパカって殺したら何出てくるんだろう。うわぁ、皮だけだ。アルパカペットにして、やっぱ馬いるとほんと行動範囲がでかくなるね。次回、砂漠をついに見つける。ああ、玉尾さんやりますね。かっこいい。デュエルスタンバイ。